ここからはですね、Jコムダンスフェスタ中高生部門、ありがとう。さあ、というわけでですね、先ほどはキッズ部門の熾烈な争いありまして、見事ですね、優秀最優秀賞などなどいろんな賞決まっていたわけでございますが、ここからはまた一つレベルを上げて中高生部門戦っていただきたいと思います。もうですね、準備を整えた選手たちが今ですね僕の前にいますが、まずはですね、こちら Jコムダンスフェスタの主催を紹介させてください。Jコム人気キャラクターザックでおなじみの Jコムは85チャンネル以上の多彩な番組をご自宅のテレビだけでなくタブレットでも楽しめるスマートテレビやインターネットサービスなどを提供しているケーブルテレビの会社です。また地域の話題やイベントを地域密着型のケーブルテレビならではの独自チャンネル Jコムチャンネルにて放送しています。このダンスフェスタの模様も10月の毎週土曜日日曜日の16時から Jコムチャンネルで放送予定でございます。今日ご出場いただいている全チームの頑張った姿を放送いたしますので、ぜひぜひご覧くださいませ。その他 Jコムのホームページにも今日の模様はアップされますので、ぜひぜひ皆様合わせてご覧ください。というわけでですね、こちらぜひぜひですね、本日の模様が Jコムさんの方で放送されますので、今日の自分の頑張った姿などなどをですね、インターネットのホームページ、そして Jコムのチャンネルなどを通して見ていただけたらと思います。そして本日紹介遅れました私、こちらのダンスフェスタ MC をさせていただきます九州最強前説系アーティスト星屑ロンリネスから、右にいても左にいても真ん中にいても端、端ちゃんでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あったかいな今日、あったかいな、さあ、というわけでですね、本日のイベントの趣旨を説明させてください。こちらダンスを通して福岡の街を元気で明るくもっと楽しめる街にしたいということでですね、2013年第1回 Jコムダンスフェスタを開催いたしました。第2回目からは開催場所をこの福岡市役所前のオープンスペースに移し、出場チームはもちろんのこと観客の皆様にも楽しんでいただけるイベントを開催しております。というわけでですね、本日キッズ部門はめちゃくちゃな盛り上がり見せてくれましたので、中高生部門も負けないぐらいその熱い熱いダンス見せていただきたいと思います。ですがここからちょっと重要になります。はい、まずですね、コンテストを楽しむにあたって一番大事なもの、そう、声援でございます。皆様の応援、拍手などなどがですね、踊っている子たちにすごくパワーを与えてですね、やっぱり緊張すると思うんですよ。ここのステージに立ってですね、皆さんそこでですね、応援、掛け声、何でもいいです。もう声かけてあげて、皆さんで応援してこのダンスフェスタ盛り上げようじゃございませんか。そのですね、練習と言ってはなんですが、皆様拍手ってご存知ですか？あら、知らない方ばっかりかな。そう、経験者、そう、右の手と左の手を高速で叩き合わせると音が出るんです。そう、これが拍手。じゃあみんな1回練習してみましょう。まずは僕が1回っていうので1回クラップお願いいたします。それでは参りましょう。1回2回3回4回いっぱい拍手が鳴り止まない、拍手が鳴り止まない、もっとちょうだい。よっしゃ、行くぞ、せーの。最高じゃないですか。そういうことでございます。それぐらいの拍手の温度を保ったまま最後まで盛り上がっていきたいと思います。それではですね、続いて掛け声の練習しましょう。もう拍手ができたら掛け声なんか簡単でございます。あーでもキャーでもわーでもばーでもいいので、僕が盛り上がっていけますか言いますので、皆さん何でもいいんで声聞かせてください。いきますよ。いけますか？素晴らしい。というわけでですね、こちらの温度も保ったまま皆様のぜひですね、最後まで応援していただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、こちらの JCOM ダンスフェスタ中高生部門、やはりコンテストでございますので、始めるには審査の目、そう、審査員が必要でございます。審査員を紹介させてください。まずは審査委員長、
九州大谷短期大学表現学科教授斉藤豊司さんでございます。そして審査員に J:COM 九州代表取締役社長徳田瑞穂さんでございます。続きまして西日本新聞社取締役営業本部長柴田健也さんでございます。さあそれでは前の方に来ていただいて一言ずつコメントをいただきたいと思います。こんにちは、斉藤です。よろしくお願いします。今の掛け声とっても良かったですね。お腹の底からドーンと来てますから今の調子で本番まで行ってください。頑張ってください。期待してます。皆さん応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして徳田さんお願いいたします。皆さんこんにちは、J:COM の徳田です。J:COM ダンスフェスタ2015ということで3年目になります。年々ですね非常にレベルも上がっておりますし、また、参加チームも今回は56チームということで、非常にレベルそして、量も含めてですね上がってきてるなと。で今日午前中はキッズ部門ものすごい盛り上がりました。どん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 今この気温と一緒でボルテージ上がってます。皆さんもしっかり上げ切ってですね、パフォーマンスをお願いしたいと思います。我々 J:COM は今カメラがですね5台ここに入ってます。5台 J:COM 史上初めてのダンスのイベントで5台入ってます。たくさん入ってます。これが10月の土曜日日曜日に皆さん方のパフォーマンスをしっかりとこれを放送したいと思っておりますので、ぜひ今日最大限一生懸命発揮していただいて、あとは10月今でですねゆっくりとご覧ください。私の J:COM のブースもありますので、何かありましたら何でも相談してください。以上です。頑張ってください。こんにちは、西日本新聞の柴田です。キッズ部門すごい熱戦で審査も大変なものでした。皆さんもこれに負けないようにぜひ素敵なパフォーマンスを見せてください。我々も一生懸命審査していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそれではですね3名の審査員の方には後ろに下がっていただいて、ここからはですねダンサー陣の審査員を紹介したいと思います。まずはこの人、フィールスタジオインストラクターより島田。Baby's got a hold on me and I just can't let go. Every time I try to leave, I step back in the door. My baby's got a hold on me, I don't know what to do. Every time I try to go, it's like glue stuck on my shoe. Ba-da-dee-lo-da-da-ba-da-dee-lo-da-da-ba-da-dee-lo-da-da-ba-da-ba-da-dee-lo-d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 a-da-ba-da-ba-da-dee-lo-d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 a-
はい、というわけでダンサー陣1人目の審査員は島田さんでございます。それではですね、島田さんの方からも一言いただきたいと思います。こんにちは。キッズも盛り上がったんですけど、中高生の今の方がなんかお客さんも多いし、多分パワーもいっぱいあると思うので、楽しんでください。頑張ってください。ありがとうございます。それではラストの審査員に紹介させてください。フィールスタジオインストラクターよりシェーチー。
ンさんの方からも中高生部門に向けて一言喝をお願いいたします。はい、僕晴れ男なんで、安心して踊ってください。あとは中高生ということでちょっとだけ大人な戦いを楽しみにしてます。ありがとうございます。というわけで本日 J:COM ダンスフェスタ中高生部門、こちらの5名の方にジャッジしていただきます。もう一度大きな拍手。それではこちらのですね、審査の基準発表したいと思います。審査項目の基準はまずは印象力、そして技能力、さらに発想力、そして独自性、最後に表現力、こちらの5項目を中心に見ていきたいと思います。そのファッションですとか、ね、衣装もそうですし皆様の技術もそうです。この気持ちをですね、熱い気持ちをぶつけてぜひステージでパフォーマンスしていただきたいと思います。そしてこちらからは諸注意事項にはなりますが、出場チームは出番の3つ前までにはですね、ステージ前に、ステージ横に待機をしていてください。そして全ての出場者に応援の方よろしくお願いいたします。こちら、表彰式の時にですね、ステージ前に待機していただいて、発表時にもしですね、いない場合にはですね、こちら賞がですね、剥奪という形になりますので、その辺はお気をつけください。そして未成年の飲酒は法律で禁止されております。車でご来場の方はお酒の販売はできません。会場内は禁煙となっております。出演者の方の会場外での、ダンスの練習はご遠慮ください。会場内か、もしくは公園等にてお願いいたします。そしてお手洗いは飲食ブースの奥ですね、ローソンの前ですねにあります。貴重品等の管理は個人でお願いいたします。当日は新聞、テレビなどのマスコミメディアの撮影が入り、お客様が映り込む場合がございますので、どうぞご了承ください。そして会場内で不審な人物、危険なものを、見つけた場合には近くのスタッフまで、すぐに声をください。さあ、というわけでですね、こちら諸注意事項も終わったところで始めていきたいと思います。 J:COM ダンスフェスタ中高生部門がスタートです。拍手の会、フレーションの会ありましたね。ありがとうございます。さあ、それでは早速トップバッター呼び込んでいきたいと思います。トップバッター飾ってくれるのはこのステージを思いっきり楽しみたいという4人組でございます。紹介しましょう。ラップ、about the way your body's changing, a little hurt.
ップバッター飾ってくれたのはライム、ありがとう。さあ続きましてはこのチーム、筑後市から参加してくれました